皆様お疲れ様です。月曜日でございます。雨ですね、あっちこっちで。今日私仕事でも雨が降ったり止んだり、曇り空、渋滞にもはまりましたけども、月曜日乾杯します。今日は黒ビール、恵比寿で黒ビール。いやちょっとね、今日はまあ昨日言ってましたけど、言いましたけど、あの来年公開のね映画の撮影の方に行ってまいりまして、意外と、いやこのまま行っちゃいますよ。さあ黒ビールでございます。いただきます。乾杯。うまし、いいですね、うまいですね、うん、たまにはこういうのいいですね、うん、今日はねまだ言えないので、あの詳しいことは言えないのであれですけども、久々にね、仕事しましたね、花輪くんと、花輪くんとあのね息子たちが、あの柔道やってるね、花輪くんでしょ。あと、我が家の坪倉じゃない2人、杉山と矢田部、ね、うちの事務所の後輩なんですけど、あとデビッド伊藤さん、デビさんね、ラーメン屋でも成功してるデビさん、役者も頑張ってるデビさんです。そして、役者の山中さんね、と一緒だったんですけど、ちょっと知ってますかね皆さん、埼玉県のあの行田って稲荷山古墳って言って鉄拳が出てきた、うん、そっちの方に行ってまいりましたね、うん、チーズ食べます。チーズ、チーズ、うん、うまい、チーズ食べます。そして実家の柿でございます。柿もつまんじゃいます。種あるなこれな、うん、うまい。今年の柿もうまい。うちの実家の柿ねうまいんすよ。ただその年の夏の台風とかで実が落ちちゃったりとか、まだねちょっと早かったですよ。で、あこれまだ10月なのにちょっと売れちゃってるのもあるし、硬そうなの取ってきたんですけど、まだ青いのもあったので、また次行った時に、取ってこようかな。あればですよ、柿、実家の柿うまいっすよ。実家の柿、そう、全国の関東だけかな、東京で放送してたんですけど、 CM 流れてたんですけど、私の実家埼玉県の深谷市、ふっかちゃんで有名な深谷市に、なんと3日後、10月20日、10月20日にアウトレットがオープンします。あんなど田舎にアウトレットができます。そのために秩父線私鉄なんですけども、駅が新しくて、関越自動車道の花園インターというインターからもうね、車だったらパーンと降りたらね、2分半ぐらいで着いちゃいますよ。2分半でね、そのぐらい、近いところ、もう畑だけだったところがアウトレットになってました。はい、この間見てきたんですよ、先週ちらっとね、実家帰って書き取ってお彼岸に帰れなかったので、お彼岸ね、先月のお彼岸の時は私あの脱腸の手術してましたから帰れなかったんですね。でパッと時間できたので、両実家に行ってきたんですけど、いやーぜひね、まあ遠くの方はちょっと難しいかもしれませんけど、たまたまじゃあ埼玉秩父とか長瀞あっちの方に、紅葉見に行こうかなね、いい人がいたらアウトレット寄ってください。20日オープンでございます。そして私は
11月の14日埼玉県民の日に、そこでそこの横でトークショーをやります。さあ続きましてこちらでございます。ホタルイカ天日干し、まあいい、これホタルイカ天日干し、お酒に合いますね。おお、いただきます。ホタルイカ飴です。ああこれはうまいっす。いっちゃいます。ちびちびつまむのに最高です。じゃあ今日は5個食べます。いやでも楽しかったな今日の現場。いきなり、まあそうなんですよね。ちょっとこれ言えないんで、言いたいけど言えないんだよね。まだね、いろいろね、ありますからね。ホタルイカ。うん。今日の仕事で、東北道から朝行って羽生で降りて行田行ったんですけど、帰りナビ入れたら違う道を指定してきたんで、そっち行ったらすんげえ時間かかったんですよ。下道ずーっと何キロも何キロも行ってけ、なんでナビに嘘使ったんだみたいなね。朝来た通り帰った方が良かったんですよ。朝来た通りにカインズがあったので寄っていこうかなと思ったんですよ。いろいろちょっと買いたいものがあったので。カインズのペーパー類っていいんですよ。ペーパーでキッチンペーパーとかね、うん、そういうの買おうと思ったんですけど、ナビ入れたら違う道、右行くところを左指定されたので左行ったらずーっと国道17号を通らされて世の出乗せられたんですよ。なんだよと思って、あ、なんなんですかねナビ。車乗るときは必ず交通情報を見てから走り出すんですけど、ナビを信じちゃった。ナビがね意外とね嘘を言うとき。あと今日なんで私が一人でこれ食べてるかっていうと、神さんがなんか体調があんまり良くないっつって、食事せずにもう風呂入って寝るっていうので、はい、柿も自分で剥きました。今日も明日も天気悪いのでなんかそういうのもあるんじゃないですかね、うん、低気圧が低血圧みたいな、基本低血圧なんですけどね、私も神さんも、うん、次何飲もうかな。ゆっくりゆっくり、あ、そうこれ見せましょう、これ見せましょう。これね、もうすごい、これ見てください、ダーンって笑いの山脈って言って写真集なんですよ。写真集、この正田さんっていうねカメラマンなんですけども、お笑い芸人が好きで、もうこれ何年、コロナになっちゃって5、6年、なんか結構なスパンで撮り終えたのがアルバムになったんですけど、私も選ばれて出てるんですよ。いきますよ。で、これもまたやっぱり命でございます。気合の命でございます。これね2021年3月なんですよね。ではコロナ禍でまだ私がひげを、白髪のひげを伸ばしてる時ですね。いいおっさんになってますね。いいおっさん、自分で言うのもなんですけども、これいいんですよ。これいいですね。飾っときましょう。これ。ああ、光が入っちゃいますね。あ、これいいんじゃないですか。
ことで皆さんのんびりいきましょう。私この後何飲もうかな。もう一杯飲みます。さあ続きまして、テンタン白ワインです。いただきます。乾杯乾杯。あ、うまい。どうしようかとね、カトリーヌ来ましたので入った。はい来い、はいここおいで、おいで、なんで逃げんの、おいでここ。晩酌してんの、パパ。晩酌してんの。分かった。靴下欲しいのな。靴下だな。靴下。はい。私の靴下が大好きなんです、カトリーヌ。それ。なんですかね。やっぱ犬ですから。外から帰ってくるとやっぱ匂い嗅ぎに来るんですね、うん、どこ行ってたんだ、私を置いてどこ行ってたのみたいな感じで。いやいやいや、これはダメだよ、俺は人間の地図だから。 No No、 ダメよ。はい、向こう行って、向こう行って、うん、この後もゆっくりちびちび晩酌しますので、皆さんもゆっくり月曜日をお過ごしください。そして明日も頑張りましょう。乾のパイ命です。